皆さんこんにちは、ハロハロネクストです。フィリピンに関する知って得するニュースや知識、面白ネタなどをハロハロネクストの視点でシンプルに分かりやすくお伝えします。人身売買防止省庁間協議会は、海外に旅行するフィリピン人のために改定ガイドラインを発表しました。人身売買の蔓延を防止して市民を保護するために改定されました。多くのフィリピン人が過度に要求されるであろう書類について懸念を抱いています。出国する観光客はパスポート、ビザ、往復のフライトチケットなど基本的な文書のみを提示すればよく、 95% の旅行者は追加の書類を要求しないとしています。一方、初めての旅行者に対しては観光客を装っているが、実際には海外で働く意図があると疑われる場合もあり、十分な収入の証明や雇用証明などが求められる可能性があります。昨今の人身売買の蔓延によりやむを得ない改定と言えますが、フィリピン人を初めて日本に呼ぼうとしている人などは少なからず影響を受けそうです。フィリピン国家警察は、パンパンガ州マバラカットのモールの駐車場に放置されていた車両から時価総額約13億ペソ、約34億円相当のシャブ 200kg を発見し押収しました。この車は6日間駐車されたままで、トランクの中にあった中国茶のティーバッグの中に隠されていました。現在、車のドライバーを特定するためにモールのカメラ映像を調査しています。とてつもない量のシャブですね。一日も早く犯人及び犯罪組織が逮捕されることを願います。セブ州トレド市の山岳地区で、17歳の少女シャルメイン・フローレスがバランガイ・ブンガの草地で遺体で発見されました。彼女は友人に頼まれて携帯のロードを買いに行くと言って出かけたそうです。彼女は下半身が裸の状態で発見されており、死亡する前に強姦された可能性があると見られています。すでに29歳の農夫ジョナサン・スガボが犯人として逮捕されています。先日、19歳のリアメイトクモさんの残虐な事件があったばかりなのに、また幼い少女の命がこのような形で残虐に失われてしまったことに憤りを感じます。フィリピン政府は2024年度の国家予算プログラムの下で、アクティブトランスポートプログラムの一環として自転車レーンと横断歩道などをアップグレードするために5億ペソを割り当てました。2023年6月時点でアクティブトランスポートプログラムは、マニラ首都圏、セブ首都圏、ダバオ首都圏全体で 564km の自転車レーンを建設しています。歩行者用通路は障害者、高齢者、妊婦、そして観光客に配慮したものとなるそうですので、このような環境整備に期待したいですね。フィリピン人は匂いにとても敏感です。一年中温暖な気候のフィリピンでは、朝、昼、晩と1日3回以上シャワーを浴びる人も多いですね。フィリピーナの多くは外出前にシャワーを浴びて香水をつけて出かけます。朝のジープニーで髪の濡れたフィリピーナをよく見かけたりしますね。ちなみにフィリピーナは男性の汗の匂いや体臭をとても気にします。フィリピーナにモテたいと思う方は、とにかく匂いに気をつけて常に清潔に心がけることをおすすめします。清潔感があって香水などで良い匂いのする男性はかなり好かれますよ。フィリピーナは男性の体臭フェチの子がかなり多いので、加齢臭が気になる方は加齢臭と相性の良い香水をつけるなどして対策すると良いですよ。このニュースの感想や質問などはコメント欄にお願いします。それでは次回もお楽しみに。